はい、皆さんこんにちは、おじいです。今日のテーマはこれ、非常時も全く使えねえドコリンゴのゴミ端末ね、ゴミ端末全く使えるならね、とにかくね、このドコリンゴのねゴミ端末は非常事態でもクソの役にも立たねえっていうね、そんな動画です。あとね、で、まあこの中には昨日ね、まあ視聴者に踊らされたおじいもバカなんだけど、この人生何十年において何度も痛い目にあって、もう捨てたリンゴね、でこれは検証のためにね、たっとってきて実利用はしないで紙の中に入れたんだけどもね、やっぱ後から新しいね、チャンネルをした方が出てくるので、まあずっとエンドレスに続くんだよ。この話題も何の話題もそうなんだけど、ゲームの話題にしてもWi-Fi の話題にしてもプロジェクターにしても何でもそうなんだけど、新しい方が来る、で同じ疑問が出る、で答える、で、それがぐる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 回ってるだけなんで、日本漫画昔話とドリフと同じで、もうその同じ人がぐるぐる、過去の動画は見ないからぐるぐる、もうそれだけでね回るんです、 YouTube っていうのはね。だ、新しい情報を追っかけてね出してるところは過去を振り返らないので、そういうのは相手にしない。でおじいみたいにこうね、ただ暇でその暇つぶしでやってるところね、そういうところはそういうコメント拾いながら遊んでるけどもね、チャンネル人数とか収入とか全く関係なしにね、ただの自己満足でただのほほんってやってるだけは相手にするけれども、他のチャンネルでは相手にしてくれないでしょ。なんでかというと目的があるからなんです、ね、で元気なおじいはね今もう八方塞がりで、まあもう何年も昔のことを知ってる視聴者さんはもういないんだけど、現在の撮影環境に至るまで、でこのおじいが妥協してねお金を出して撮影環境を整えるっていうおじいの理念に反することなんだけども、それを行ってきた理由ね。で、まあ、その中にいろいろあるんだけども、本当今八方塞がり、なぜかというと Windows 7がもう真剣にダメになってきてる。で撮影ができない。でもともとおじいの Windows 7っていうのはマザーボードがもうないことになっている不良品の、MSI が出した不良品で、存在が日本ではもうないことになっている。海外に行く調べると固まるんだけど、日本ではその存在がないことにされている幻のマザーボードなんだよ。ZOA、ね、で、窃盗売りしてた、ね、騙し売りしてたやつなんだけど、それのやつなんで、本当は USB 関係が購入当初から不具合だらけで、ちょっと使い物にならないっていうね、なので撮影しようと思ってカメラとかマイクとか使おうと思っても不具合だらけでね、で今なんか動画なんかもねカクッと止まったりとかね、調子が悪いんです。でマシンガンとかって言うけど、 Windows 10は本当使えないんです。あんなバカな暇人が、って言いながら使うような、ただただ、ね、バカ技術に、くびつけているっていうようなね、挑戦状というか、使いやすい OS からどん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 使いにくくしていったっていうね、本当、ね、まあ、バカ技術は社会に貢献したから、あとは、もう地位も名誉もね、お金もたくさん入って、もうことが済むと今度は嫌がらせに走るっていうね、どん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 XP でもうやめとけばいいのにね、
新聞なんてバカなものを出してね、で、あの XP 風に使うっていうのに戻して今頑張って使ってるんだけど、その後こともあろうか8なんて出してねどうなったか皆さんご存知でしょうね。で10が出て11が出てるけども、結局たどり着く先はタブレットになってるっていうね、そういうことなんだよね。もう終わってるんだよね、本当 XP でもう完成した。あそこで手を加えないで、あのセキュリティとかね、あとそこだけそのまんま、使えるようにすればいいのに、いろんなダイレクト X とかね、いろんなものが、Windows 10じゃないとダメとか、ハードウェアとかね、認識したとか、そういうバカな嫌がらせをするおかげで、使えるものが使えなくなっていくっていうね。お金を出して買ったのに、要は期間限定で使えるっていうだけのものをお金を出して買ってる、レンタルみたいなもんなんだよね結局ね。で、まあ、パソコン事情はそうなんだけど、だから新しいマシンを組んだ。でも Windows 10が使えるんだったら、あのもっと ここでもやってるし、でスペックがね、そんな足りないのでニューマシンを組んだ。であれをメインマシンで使うんだけど、 Windows 10はどうしてもね、あの7でできることが10でできないんだよ。で7で3工程でできることが10だと5工程しようとかで、もうものすごく大変すぎて、もう人生無駄になるんだよね。 Windows 10をもう触ってるとガチャーンってやりたくなってくるんで、もうベランダからもうガチャーンって、ね、駐車場したくなるんで、だからそうならないためにゲーム専用にしてるっていう。でもゲーム専用にしても昨日の動画見てもらったように、アセットコレクションを起動すると毎回エラーが出るので、他の人みたいに使えないんだよね。だから本当ね、あの普通の一般素人には使いこなすことができない Windows 10ね。だから Windows 10で収録ができないっていうことですね。あと今日はあの Windows 7で作った動画もね、多分スキップできないと思うけど、編集がだってドッキングね、ドッキングしてダメね、だからファイルのデータがダメなんでしょう。それで視聴者の方がね、スマホで撮るみたいな内容あったからね、だからもうそれも、だからもう散々今までやってきたし、ライブ配信とかでもこれ仕事でそれもやってたし、散々やってきて使い物にならねえよっていうね。まあ、最近の端末は性能が良くなってきてから SDG で見ないんですけど、うじいなんて言うけど、だからその配信者がそれをだから使えない、使わないっていう理由で、なんで配信者の人っていうのはどんどん高いカメラとかそういうのを買って撮影してるんですかってことなんだよ。性能が良くなって端末がいいんだったら、じゃあそれで済む話じゃんね。やろうと思えばできないことはないんだけれども、そこには膨大な労力が一緒なわけなんだね。で一般の人ではちょっとできないような、知識がないとできないようなことで、特にこのカメラ関係で言えば Android はダメなんです、ね、Android は使い物にならないです。カメラは写真を撮ったり動画を撮ったりとかね、よくみんなが見て、まあ、ああいうのではその瞬間的なあれで見るといいかもしれないけど、おじいみたいにガチ利用でね、ビジネス利用で使おうと思う方は無理なんです。お話にならない。まあよっぽど高い有料のアプリ買ってそれが対応すればねいいかもしれないけど、使い物にならないです。本当ね、実際にね、こういう配信者、収録してる人の気持ちっていうのは、視聴者には理解できないんです。無理。ね。だから、視聴者の言うことを、配信者はまともに聞けないんです。悪い意味じゃないよ。皆さんをけなしてるとかそうではなくて、やらないとわからないことがある、気がつかないことがある、で苦労もわからない、そうでしょ。見てる人ってだってね、ビネメテメティなんて言いながらでテレフォンってこう見てるだけだしね、おじいのこの取っ手出しでもすごい苦労してるんだよね。ただ1日1本作るのがね精一杯っていう、ちゃんとしたねチャンネル登録をして
多い人とかアクセス多い人っていうのは一本の動画を作るのに丸1日かけてやってますね。で、まあ、何本か出したりとかする人はね、ちゃんとあのスタッフを使ってね、それであのやってますね。まあ、事務所の人なんかみんなそうだよね、そうやってやってます。なので、おじいみたいに一人でやるのに、特にこのドクリンゴのバカ端末はもうあの素人が使うもので、そのちゃんとビジネスで使いたいっていう人がアップルでやってる人ってあんま聞いたことがない。だから本当にあの知識がない、まあ、バカと言ったらちょっと日本国中みんな敵に回すから、ちょっとバカってストレートには言わないね。まあ、バカに変わる言葉は何だろうな、うん、だその言葉を言うと怒られるから、まあ、言わないけど、本当旧統一教会の信者を見て、おってまともな人がね、そんなハマってなんて入ってる人は分かんないでしょ。それと同じなんだよ。アップル使ってる間は分からないんだよ。だからアップル信者ってよく言うじゃんね。カメラはフロントカメラでも撮れるんだよ。あの露出ちゃんとしてるからね、アップルはね。あのアンドロイドはダメなんだよ。で、皆さんが最近のケビルの性能が良くなってるからダメなんですか、うじぃなんてね、コメントくれる人も、だその性能は全部アウトカメラでしょ。おじいは自撮りしてるって気がつかないんだね。自分で自分を撮影するってどういうシチュエーションで使うんだろうっていうことが、そんな簡単なことが想像できない人なんだよ。だからこうやって撮ればいいじゃないかって言うんだよね。だから確認できないじゃん、わかる。だから人の気持ちになったことがないでしょ。だからおじいつも言ってるじゃん、相手の立場だって考える、あと客観的に考えるってよく言うじゃんね。だから本当ね、見てる人っていうのは何でもかんでも簡単に言うんだよ、ね、でも実際にそれをね、真に受けていろいろ試してみてもどうにもならないっていうね、このフロントカメラなんです、ね、だね。であとアンドロイドの決定的にダメなのは、どのアンドロイドを使ってもその露出がダメなんだよね。全然ダメ、全くダメ。今までアンドロイドで使える端末にあったことはほとんどない、ね、指デジの A3 Pro が車の中で綺麗に撮れたなっていうぐらいで、本当ダメ。フル HD で撮れるものをまず見たことがない、ね、それぐらいアンドロイドはダメなんです。で、アップルの端末はそんなアンドロイドの3倍、5倍、10倍ぐらい値段が高いので、まあ、ある程度ソフトウェア的にね、ちゃんと調整してくる。だから自撮りで撮ってもこういうね、バカソニックで撮ってるような、そんな感じで撮れるんだよ。で、本来はそれで撮れればこれを使うんだけど、とにかく MP4 のファイルなんないでしょ、どうせ MOV かなんかでしょ。で、昨日もフル HD でね、自撮りでなんとか撮ってアップしようかなと思ったら、ファイルをね、ただでさえ時代遅れの、ね、Type-C じゃないでしょ、時代遅れのやつで、接続して、そしたらカメラとかね、なんかそこら辺のなんかペロリンとフォルダー出てくるけど、標準の撮影したこの動画とかは抜けないんだね。写真と音楽ぐらいかな、ね、パソコンで認識してフォルダー出てきてもそこの中に保存されてないんだよ。別、びっくりしちゃって、と思って。本当ね。で、そっからまたね、変換とかね。で、あと皆さんね、こうやって撮ったり、なんか紹介してこうやって撮ったりとか、このアウトカメラで撮るでしょ、ね、またインカメラでしょ。で、その、また画質が違うものとか、それがドッキングできないとかね、ショットが対応できないとか、そういう問題もあるし、とにかくさ、アップルっていうのはね、なんだかスケベいいんだよ、しーとか、心地よくダメーとかで、だからそれって、だ全部その中のものでじゃなきゃできないでしょってこと。昔からアップルって。ね。アンドロイドとかパソコンって、
そのいろんな自由に好きなものを好きなようにいろいろ自由に動かしながら、このソフトアプリとかを宿泊しながら好きに自由に使うことができるけど、アップルっていうのは一種類しかない使い方が、でその型にはまるしかない、でそれが面倒くさい、時間がかかる。でもユーザー側っていうのは、見てる側っていうのは、暇つぶしてただやってるレベルなんで、それで、ああ、これはいい、すごい、嬉しいわって、手間今時間かけながら、それを楽しんでるからいいんだけど、仕事で使ってる方としてみたら、一日何本も取って出し、10本、20本作るのに、くりくりやって、お肉作ってるし、わあ、まだかな、まだかな、こうやってこれドッキングするのに、あ、これとこれ、なんとかねえか、しかも、じゃあこれとこれとこっからこうやってって、こうやってつけて、まだかな、まだかな、こんなことやってらんねえんだよ。こんなクソドクリームを使って、こんなのはね、ゴミなんだよ。ね、ゴミ、クズ。ね、使うものにならないの。ね、iPad も iPhone も、ね、散々、使って、使うものにならないの。とにかく、信者の人が、もうどっぷりその中に使ってやる分で、だからiMac とかああいうのもそうなんだよ。だから本当おかしな人たちが、それだけで、クリゲンにクリゲン便利できるって言いながら、それだけでしか使えないんだよ。だから Windows の人っていうのは、いろんな数ある中からシェアウェア、フリーソフトから、いろんなものがどんどん新しいものが出てきて、組み合わせながら使いこなしてくれるけど、Apple信者っていうのは、もうこれでしか使えないっていうね。他ができないっていう。だからそういう変な人たちが、進化できない人たちが、どんどん誕生したっていうか、もう日本のもう 9割近くがみんな進化しない化石にもう鳴らされちゃったんだねこの何十年でね。だからもう全く与えられたものに、なんてこれでいいの、これで金を出し、金を出し、これができない、これ金を出し、金を出し、で、何を見えていったら、ただでつけて、じゃあ、まあ、抱き合わせたら、これに行こうで、はい、15万円、20万円、これを買えば、プロ並みの映画ができる、うわー、すごいみたいなね。で、食ったらね、もうしか取れないでしょ。ね、だこれが、ドクリンゴとバカユーザーの関係なんだね。世界的に日本は大笑いされてる、腹抱えて。だからその暇な人が遊びでね、自己満足で使うならいいけれども、おじいみたいに仕事でスピード勝負でね、パッパパッパ使いたいっていう人には全然向かないの。だってリンゴ使ってる人っていないじゃん。だってでも YouTuber ってね、有名どこの YouTuber って日本国民バカが9割でドクリンゴを使うから、それをけなすわけにはいかない。だから褒めまくってね、で紹介をする。で、あ、もう iPhone1 個あれば YouTuber 誰でもできるよみたいなね、こんな感じで嘘800並べながらね、ズバリは言わないじゃんね。YouTube 始めるのはそれでいけるよ。だってチャンネル作ってるから見れるわけでしょ。チャンネル作って動画撮影してアップすればでできるから、誰でもできる。これは正解なんだよ、ね、でも聞く方って人に 見られるものだ。自分のアルバムじゃないんだからね。だからアップして自己満足じゃなくて、人に見てもらったりとかコメントもらいたいわけじゃん。違う、そうでしょ。そういう意味でね、僕でも私でも YouTuber になれるでしょうから、できるよ、でお金いくらだけで、いや、もう楽しくあればできるよ、なんてね、そんな、エヴァンゲリオン出てきそうなね、赤眼鏡が昔言ったみたいに大笑いしたことがあるんだけど、本当こいつら無責任だなと思ってね、こんなんね、バカリンゴの端末一個で、YouTuber になれるんだったらみんなこれ買うよ。バカバカしいね。世の中そんなにね甘くないの、ね、あとお笑いと同じでセンスね、これはセンスなんで、その
自分がセンス悪いっていうのを気がつかない、あの着てる服とかさ何でもそうだけど、あのセンスが悪い、あのいろんなやるものとか、だからクリエイトするものもセンスが悪いとか、お笑いもだからなんか面白くないんで自分だけ面白いねってこれ面白いからなっても周りの人にみんな信じしらけちゃって、だからそういうほらクラスにいなかった、なんか本当に面白いやつは何やっても面白いけども、こいつ何を言ってもバカだねーだみたいな、いたでしょ。あれと同じで、そもそもこうセンスがないか、あのちょっと違う人っていうのはあの無理なんだよ、もともとね。だからそのコメント1個来ただけで、いやあなたでもなれるよってね、あの無責任に言ってる大手 YouTuber 見て、こいつら本当に悪いやつだなっつってね、あの 思ったおじいはね、おじいはあのだいたいだって行かれるとパッと見に行ってね、あこの人向いてるかな向いてないかなってすぐ分かるし、あのおじいは、ね、あこの人すげえパッと行くよねとかね、あの越していくよねとかね、だいたいあの分かるでしょ、パッと直感的に分かるじゃん。なんかあのテレビ番組をチャンネルバカバカって新番組バカバカって見てね、あ面白そうかなどうかなって見るかなってシャシャで決まるでしょね、そこなんだよね。だからそこのところをどう食いつかせるかっていうのが YouTube のノウハウっていうのがあって、基本的にあしましょうこうしましょうとかね、いろいろあるわけだ。写真をタイトルで気を引く、あのこのサムネで気を引く、おな、なんだこれはっていうね、いっぱい関連でパン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 ってある中で、その中から選んでもらわなきゃなんないから、ショーケースの中 あのサンプルの食べるものと同じで、僕おいしそうでしょうみたいな形で、あなんかこれおいしそうこれ食べたいってこうやって目立たないといけないんだよね、そこでね、うん、だからそこのデコレーションの仕方だよね。だから今あのインスタとかでこうね、あの映えるとかね、ああいうので気にしてこう やってる子たちって、だから若者の方がこうデコレーションがうまくできるから、あこれ綺麗とか可愛いとか見た目でパッとこう目にして、え何これって言った時に初めて何だろうって答えてるから、ああちょっとこれ気になったんだみたいな感じでポチって、これポチ押しされるわけだよね。でポチ押ししてから、あのおじいね、あ皆さんこんにちは元気なおじいです、この時間が無駄なんだよ、あの人間。それで今ね12時41分だけど、知らない間に録画が切れていた、これどこまで撮れてるんだ、ダメだなやっぱりな、バカソニック、どこで切れたんだろう、ちょっと気になる。最初から撮れてねえんだったら腹が立つけどな、本当今から確認だ。もうまただって12時4、今日の午前中が全部無駄になったじゃん、またバカソニックのせいで、これもダメこれもダメ、バカソニック。